1月26日です。時刻は、夕方、4時過ぎなんですけども、久しぶりに舞妓スノーリゾートホテル側舞妓エリア来てみましたけども、もうちょっと唖然としましたね。本当に雪がなくてこんな感じなんですけど、なんとかこの正面のゲレンデですね、雪を運んで、コースを作っているようです。ちょっと実際滑れるかどうかはすいませんちょっと分かんないんですけども、はい。で、上で今重機で作業されている方もいますし、このお客さんは上から来たのかちょっと分かんないですけども、で、後ろではこのように、雪をこれ運んで多分これ上に行くんだと思うんですけど、どうでしょうかね。あ、今ちょうど動きましたけど、なんか上に来そうですね。で、上に来て、で、多分そのままゲレンデ上に持ってくんだと思いますけども、はい、そういう感じで、まあ、スタッフの方の努力で、まあ、コースを作ってるという状況ですね。はい、ちょっとじゃあこの車がどこ行くかちょっと見てみましょうかね。あー、やっぱりこれ上に行くんですね、このまま。はい、でこのまま上へ行って、多分この、この作業、ちょうど画面の真ん中重機で作業してますけど、まあ、この上へ、運びに行くということですね。はい、ちょっと雪がなくてびっくりしましたけども、ということで、以上です。